ヒポポザ。はい、どうも皆さんこんばんは、あの日の少年です。ってことでヒポポアザード続きからやっていきたいと思うんですけど、まあ前回前々回と飯沼エンドと、まあ加藤エンディング、まあ彼らが生存するエンディングを見てきたわけなんですけども、まあろくな結末を迎えなかったと。まあ飯沼編はまあ二人で生き残ってまあ生存者を探しまくるみたいな、まあまあまあもしかしたら希望エンドみたいな感じだけど、まあ納得できるはずもなく、まあ加藤に至っては仲間見捨ててもうヘリで逃げるっていうゴミエンディングを見ちゃったからね。まあこのゲームには5つエンディングがあって、そのうちの3つを見てきたわけだ。であと2つがあるので、まあそれを見ていきたいんだけど、まあそれを見るための条件として、あの1つは森重さんを生かしておく、でもう一つは、まあ、ここで誰を探すかがあるんだけど、まあ、今までは森重さんとか飯沼さんとか、まあ、加藤もあったかな、加藤はなかったか、まあ、森重さんとか飯沼さんを探してたんだけど、ここでねサイコパス殺人犯である大倉さんを探しに行きます。これがまあエンディングを見る条件だということで。分かった、大倉だな。大倉はBHF の中央通路付近にいると探知機が示してるらしい。よし、頼んだぞ。あとは俺と田中で探したぞ。あとこいつを持っていけ。はい、レベル1カード機ありがとう。それで研究所内ある程度自由に動けるようになる。ってことで、大倉さんを探しに行きたいと思う。ここで大倉さんを探すことによって、まあ、大倉さんがサイコパス殺人犯にならない未来があると信じると願うしかないよな。大倉さんの暴挙がなきゃ、少なくとも田中と佐藤は死ぬことはないんだよね。地方通路ってこっちだよな、多分。だからね、まあ大倉さんさえ止めればなんとかなりそうなんだよね。地方通路この辺りのどこかに大倉さんがいるはず。まあ、とりあえずここゾンビ一掃しましょう。どうだ、よし、狙い撃つ。くさ、あれ、よし、これで全滅かな、ゾンビは。これで大倉さんがスムーズにドアを、ここにいないかな。レベル2。あ、いるね。誰かいるの？小倉さん、僕です。中谷です。中谷くん、助けに来てくれたのね。ちょっと待ってて。今、鍵を開けるわ。ありがとう。まあ、ここでね、小倉さんを説得できれば、なんとかなりそう。中谷くん、小倉さん、無事でよかった。もう大丈夫です。みんなのところに行きましょう。なんか大倉も秘密抱えてるとかある？いや、でもな、みんな皆殺しにするようなやつに秘密なんてあんのか？ねえ、中谷くんはこれからのことを考えてる。これから？うん。どういうことだ？もしもワクチンが完成して元の世界に戻れたなら、中谷くんはどうするつもり？そりゃあね、佐藤と付き合って田中とはなんかバカやって青春時代を謳歌したいわ。俺は正直まだ考えてなかった。中谷に考えてなかった。ワクチンが感染してウイルスを駆逐できたとしても元の世界に戻れるとは限らないし。そうなんだよね。なんか宮石のやつが多分ね、ワクチンミスってエラーばっかり発生させてるからな。戻れたとしても社会はどうなってしまうのか想像もつかないです。まあ確かにな。まあ 1,2 年ぐらいはもうヒポポウイルスで持ちきりじゃない？そう、こんだけね、空気感染もする未知のとんでも殺人ウイルスだもんな。大倉さんは？え？大倉さんはワクチンが完成したらどうされるんですか？私は、実は私も何も考えていないの。これからのことなんて全然わからないから。だから中谷くんの言葉を聞いて少し安心した。うん。これからのことが不安なのは私だけじゃないんだ。みんな気持ちは同じなんだって分かったから。え？これ変えられたかな、なんか、大倉さん。やっぱりそうですよね。誰だって不安なのは同じ。これからのことなんて誰にも分かりっこない。でも、ただ一つだけやることはあります。それは、少なくともワクチンが完成すれば、今よりはいい状況になるってことです。だから、とにかく全力を尽くしましょう。ワクチンを完成させることに。中谷くん、ありがとうね。さあ、早くみんなの元に戻りましょう。みんな心配してますよ。うん。行きましょう。え、これってどうなの？このサイコパス殺人犯を止められたと思う？みんな。中谷、ご苦労だった。村田さん、森重さんは死んだんじゃない？きっと。ダメだったか？まさか。そのまさかだ。森重は死体で見つかった。まあ森重さんは怪我してたしな。
はいはいはい。ここら辺はね、見たな、多分。いやー、どうなんだろう。これさ、大倉さんが探索するときに、田中を連れてったらもうジエンドだと思うんだよね。どうなんだ。はい、ということで皆さん、悲しいお知らせがあります。田中が、また、死にました。はい。いやー、今回ばかりはちょっといけると思ったんだけどな。なぜだろうな。いや、大倉さんのこのサイコパス殺人犯である気持ちもちょっとさ、なんか和らげたような感覚は俺だけだったんだろうな、きっと。普通に田中連れて、もう大倉がおそらく殺したでしょう。いやー、展開変わらんな。もうなんかここまで来ると笑っちゃうよね。私たちはネットワークサーバーを起動しに地下1階まで行ってた。はい。まあ同じだよね。大量のゾンビが襲ってきて。いやー、なんででしょうね。なんで大倉はみんなを殺そうとするんだろう。それがマジでわからない。マジでただのサイコパスなのか。なんか心に闇を抱えてそうなことをさ、二人きりの時に喋ってくれたのにさ、こんなのあるかよ。なんだろうね。なぜかうまくいかない。いや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 、どうするべか。これで佐藤も連れて行かれたら同じやで、多分。展開的に。ワクチンを完成させる。いや、マジで事情なきゃマジで、やるぞ。ちょっと危ないわね、気をつけてよ。お前なんだよ、危ないのは。これ、連れてかれそうなんだけど大丈夫かな？いやー、トイレ行くよ、この二人、また。村田、まず後を追うか。え、こっからのさ、展開マジで変わらなきゃ、おかしいぞ。一応大倉のさ、話聞いてやってんだからさ。にゃー、頼むぞ。頼むぞ。あー、爆発したよ、もう。同じだ。そうか、大倉がや、なんか、心に抱えてたものを何も守ることなく、佐藤も死なせて、おいおいおい、何も変わってねえじゃねえか、これ。おい、こんなんで本当にエンディングいけるのか？おい、頼むぞ、マジで。おい。佐藤も、いやー、皆さん、申し訳ない。本当に申し訳ない。いやー、くそ。もう、なんだろうな。嫌になっちゃうな、もう。こんな世の中も、俺が終わらせなきゃな。はい、ということで、最終局面まで来てしまいました。ここまでマジで何も変わらないです。ここはいいんでしょうか、これで。村田も多分犠牲になる。俺たちの背中には全世界の人類の最後の希望が残っていると。はあ。ワクチンもエラー出るし、多分、あれだよね。なんだろうな。なんか同じエンディングを迎えそうで仕方がないんだけど。村田、さよなら。もう言っとくしかないよな。生き残る？村田。このご恩は、これまでのご恩は忘れませんと、もう二度と会うことのないあれだもんな。発言だもんな。次は平和なこの世界で。もう今のところな、三つエンディング見たけど平和な世界はないからな。いやもうヒポポのさ、新人類を潰して、なんかエンディングが変わるといいんだけどな。おい、エラーも出たじゃねえか、これ。やっぱり。どうしよう。
え、どうすればいいと思う、みんな。はい、完了するまでしばらくお待ちくださいって、どうせ来るんでしょ。いいよ、もういいよ、貯めないでいいよ、どうせ来るんだからさ。羊だろ、どうせ。どうせ羊なんだよ。ほら、羊だ。こんばんは。お、ちょっと待って、みんな。なんかね、何気なくヒポポの話を聞いてたら、私たちの仲間となれって言ってきたんだけど、これ選択肢出そうじゃない？これで晴れて全旧人類の進化が完了することになる。真の平和がやってくるのだ。でも、みんなの犠牲を無駄にするわけ、ちょっと、迷ってない中谷。安心しろ。ヒポボウイルスは体を活性化させ、傷を癒す力も持っている。ウイルスに感染すれば、旧人類の基準では死という状態になっていた者たちも、たちまちに回復し、新人類へと進化を遂げる。再び会いたくはないか。おい、死に別れた仲間たちに、再び言葉を交わしたくはない。え、田中や佐藤に会えるってこと？もう会えないと思っていた者たちに。中谷。さあ、決断の時だ。ウイルスを服用し、我らの仲間となるか、それともこの場で死ぬか。なるほど、変わったね、これは。どちらか選べい。俺は、え、これ選びたくない。もうもうこの世界で人間として生くのはごめんだよな。仲間になろう。もう、わかりました。ついに敬語。俺はあなたたちを受け入れます。そして俺は新人類となります。これなったらどうなの、マジで。よく決断した。それこそが正しい判断だ。お前は賢明な判断力を持っているな。それはとても大事なことだ。さあ、共に歩もう、新たな道を。どうなんの。我らヒポポサビエンスに永遠の発展あらんことを。めっちゃ笑っとる。あ、こんままエンディングいっちゃうんだ。さてさて、一体後日談で何を語られるのでしょうか。え、ゾンビだけの世界で中谷は新人類となって、え、佐藤や田中と再会できるのかな。あ、8月14日病院。病院？うん、ここは。おお、目が覚めたかね、医者。お、中谷やっと目覚めたか。あ、な、田中がいる。あ、佐藤もいるで。よかった。ちゃんと進化できたんだね。うわぁ。進化。この体は、俺もついに、新人類となったのか。ってことは、羊になっちゃったってこと？新人類ってこと？ああ、これで晴れて、全員が新人類となったんだ。やべえ。ちょっと、なんか、嫌なエンディングかも、これ。もう、敵対するものは何もいない。やっと、真の平和が訪れたんだね。平和と言っていいのか、これは。うん。体に異常はなさそうだね。明朝から学校に行きなさい。また、いつもの毎日が始まります。でも羊の状態なんでしょ？四足歩行なんでしょ？今から思えば、どうしてあんなに新人類になることを怖がっていたんだろう。一人で無駄な抵抗などせず、早くみんなの元に来るべきだったのに。仕方がないさ。みんな不安だったんだ。子供の頃、注射を打つのってめちゃくちゃ怖かっただろ。それと、いや、同じじゃねえだろ。なんだその例え。田中、する前は怖くても、終わってしまえばなんだこんなもんかって思うのさ。いやー、うん。もう心配はいらないよ。こうやってちゃんと新人類って言葉使うのやめて、佐藤。佐藤の言葉から新人類なんてそんな汚い言葉聞きたくないわ。これからまた、いつもの日々が始まるの。過去のことを振り返って、くよくよするのはやめよ。まあ、そうだな。大切なのはこれからだ。過去なんて関係ない。なんか、ハッピーエンドっぽく、なんか、前をさ、なんか、向いて進んでいこうみたいなエンディングになっていくけど。これからもよろしくな、田中佐藤。いいのか、お前ら、本当に。ああ。うん。俺たちの人生は、これからだ。いいのか、このエンディングは。新人類になって初めて気がついた。ヒポポボディの美しさに。四足歩行だー。わあ、四足歩行になってしまった。俺たちはこれからの人生を歩んでいく。進化した人類、ヒポポサピエンスとして。新しい夜明け。ダメだろ。
今回やっていきますゲームですね。ヒポポハザード。中谷。こいつが主人公かな。これ来るな。おい、パターン来るぞ。パターン1来るぞ。え？もうダメだ。地獄が過ぎる。この街は、もうダメなのかダメすぎるね。どうする？ん？お、なんか来る。なんか来るぞ。ん？もうなんか来た。田中だ！そうだ。ヘッドショット。あなたは誰の助けもいらないかもしれません。でも私たちには助けが必要なんです。あなたの助けを必要とする人ならいるかもしれないじゃん。現に今います。3人必要としてます。誰かいる？あんたらは生存者かい？女だ！女。ごめん。ちょっと興奮してた。一旦落ち着くわ。それはヒポポ戦記じゃないか。お、何？ヒポポ戦記のこと知ってんのか？あ、わしは死ぬまでに一度それを読んでみたいと思っておったじゃん。ただとは言わん。わしの医療品と、今回さん、どうじゃ？ただで譲るわけねえだろ。マジか。ああ、中谷くんのハンドガン貸してくれないか。は？俺が護衛するんじゃなくて。なんでだよ。加藤くん。いや、うーわ、マジでお前。おじいちゃん。うわあ、田中くん。え、嘘だ。おいおいおい、田中死ぬのは違うぞ。中谷やめな、やめろやめろ。佐藤くん近づくな。佐藤。もうやだよ。なんでこうなるんだよ。さあ行け。希望を夢で終わらせんな。必ず実現するのだ。倉田さん、絶対にこのご恩は、これまでのご恩は忘れません。決して振り向かない。前を向いて進み続けろ。世界の未来、お前に託したぞ。未来変えよう、もう。